こんにちは。こんにちは。お呼びいただきありがとうございます。ありがとうございます。今日も皆さんと楽しく会話ができればと思っております。ご質問があればどうぞ。今日日本から田垣明子さんがタタカムナを持ってこの場所に来てくださったんですが、ハワイ島とこのタタカムナの環境とか、今このタイミングでタタカムナがここに広がってるんですけど、この意味とかお聞きしたいです。タタカムナとは宇宙の銀河のことを表すと考えていただくのが一番わかりやすいかと思います。宇宙の周波数をこの地球上で下ろすときに音として表現するものとして図表化され落とされました。その宇宙の周波数をあなた方にお伝えする場合、星にも音があるんです。そして惑星同士は音を出し、自分たちの情報をシェアし合っています。その時に流れる音がこのカタカムナと同じものだと思ってください。この地球には宇宙の存在が降り立ち、地球上に宇宙の英知を伝えた歴史があります。その時人間たちに宇宙のことというものも伝えていったのです。それが今この世界では言葉という形で進化していきました。あなた方にとっては進化かもしれません。我々から見ると退化したとも言うことができます。あなた方は言葉を作り、言葉でコミュニケーションするということを始めてしまいましたので、思考が優位になってしまったのです。このカタカムナの音や周波数で対話をしていた頃は、あなた方は自分たちの意識とハートをそのまま相手に伝えるということができました。言語化が必要なかったのです。そしてこれからはその頃と同じ時代に戻っていこうとしています。言葉でのコミュニケーションではなく、あなた方がご自身の周波数で対話をし合う時代になるんです。いかがでしょうか。どうして日本語なのかなって思う時があるんですけども、なんで日本でこのルーツが残ったんですか。それは日本という土地が世界の雛形としてまず作られたからです。自然に出来上がったのではありません。作られたのです。もともとそうあるべき場所として作られました。そのためまず最初にこの地球をよりよく整えていこうとする宇宙の存在が日本に一番最初に降りたのです。そして日本から彼らは他の大陸へと移り、他の人間へと文化をつなげていかれました。日本から始まったあなた方の歴史や文明、そして文化、新しく変わるこの時代に日本から始まるのは当たり前のことです。そしてその時に下ろされた宇宙の音というものも日本にまず下ろされたのです。そしてこの土地に日本に住む方々はその土地のエネルギーが影響し、自身の感覚を鈍らせることなく
葉を使うようになりましたが、宇宙から下ろされた周波数や音というものを言葉の中に残すことができたんです。世界で唯一言葉の中に気がこもっているのは日本語だけです。他の言語は話す人間のエネルギーをその言葉の中に入れる必要がありますが、日本語の場合は語る人間ではないとしてもその言葉自体がパワーを持っているのです。だからこそ日本に言葉が残ったのです。カタカムの名の先ほどゆかちゃんの質問なんですけど、なんか音程、うん、言い方とか歌い方とか、うん、がなんかハワイの檻と似てるんじゃないかってゆかちゃんが言ってたんですけど、うん、歌い方とかそういうのがあるんですか？その通りです。そのヒントが檻の中に詰まっています。日本は文字として残ったんです。そしてそれを使わなかったの中でその感性が残りました。しかしリズムを忘れてしまいました。和歌がありますね。現代の日本人はそれを使うことがなくなったでしょう。その和歌のリズムをこの現代でも使っていれば、日本人の中にもリズムを再現することができたでしょう。しかし、それは残念ながら残らなかったんです。ですから、他のところで残っているところから学ぶ必要があります。というか、まず、日本語の中で残っていることに着目したのでしょう。彼女も日本で生まれ育ちましたから、日本の感覚で落とし込むのが早かったんです。その言葉について意味合いを彼女は理解しましたが、それを正しく表現するということはまだできていないことに気づかれ、檻に注目したのでしょう。2006年ぐらいまではあんまりそんなに表に出てこないようにされてたみたいなんですが、今出てくる必要性というか、どこまでどういうふうに広げたらいいのかなって分からずにやってるとこあるんですけど、用意されていたからね、もちろんそれは、社会の事情もあるでしょう、そういうのに対し興味を抱く方々の思いがそう思わせていたということもあります。そして高村はとてもパワフルな言葉なんです。この言葉は地球におりますと陰の性質を持ちます。ですので使い方を間違えると望まない影響も起きてきます。その力を悪用するものも出てくるでしょう。そういった意味で封印されていたと思ってください。我々からしてもそれを広げるタイミングというものがあると感じていましたので、あなた方が感じていた通り広がらないようにしていたという意味もあります。しかしこれからは全てが開いていく時代です。真実が、そして本質があなた方に伝わる時代になりました。本質を受け取り正しく使ってくださる方がこれから増えていきます。ですのでどうぞ恐れず解放していってください。今の時代に必要だからこそこれから広がりを見せていくのです。今日アキコさんがこのアキコさんのオリジナル
これはカルタですか、うん、カルタって言ってます、うん、はい、を持ってきてくださったんです。ここに並べてるんですけど、これの使い方とか作用とかエネルギー的にこれはどういうものですかね。これを触れるだけでも良いでしょう。しかし魔法陣のように使うこともできます。自由に広げていってみてください、うん、その方がその時思うものを選び、それを自由に広げていくのです。それがシンボルでも構いません、うん、シンボルである場合そのシンボルのパワーを乗せることができるでしょう、うん、そしてその中心に立つことで自分の肉体の中にエネルギーを入れていくことができます。ですので肉体の周波数を高めていくことができます。じゃあ使い方としては、例えばここに自分の周りにこれをこのカルタを置いて立ってたら体の中にその周波数を取り入れられるみたいなことですか。その通りです。そしてあなた方がこれを音として声に出し、その中心で声に出していくと良いでしょう、うん、そうすることでご自身の内側から生み出されるエネルギーとこちらの体から広がるエネルギーとを共鳴させ統合し肉体に入れることができます。古代文字も世界中にいろんな種類があると思うんですけど、日本にももちろんあるし、それとカタカムナって役割が違うんでしょうか。他のものは文字ですね、うん、カタカムナは文字ではありません。記号だと思ってください、うん、ですので音を表すのです、うん、音は全てのベースになります。他の古代文字の音のベースがカタカムだと思ってください、うん、全てが統合され一つになっていく時代ですので、どの音が必要かということをあなた方が認識することで言葉も統合されていくでしょう、うん、そのために必要なのがカタカムなのです、うん、そう、私はねバベルの塔の反対になるって聞いてて、なんか言葉が分けられたから、こう国が分けられてコミュニケーションが取れなくなったって。でもこれだと元は一つということになるので、でこれをただまあルーツはこっち、リズムはこっち、儀式リチュアルそのものこっちっていうふうにバラバラになっちゃったって。でもこれは循環型のモデルっていうふうに私は受け取ってるんですけども、どうでしょう。もちろんです、うん、モデルを作っていくことで、うん、新しく想像していくことができます、うん、あくまでもこれは過去に生み出されたものだと思ってください、うん、これからの時代は新しく過去のものを融合させ作り上げていく時代なのです、うんうんうん、そしてこのカタカムナがこれから広がっていく理由の一つが、これから宗教というものが必要ではなくなるからです、うん、あなたが先ほどおっしゃいました、言葉が生まれ宗教が生まれました。言葉によって教義が生まれたのです。そしてあなた方は我々と分離しました。言葉が必要ないわけではありませんが、これから宗教がなくなっていくときに何が必要だと思われますか。直感。それを具体的に表現する場合は自分で分かることですね。
教えられなくても。その通りです、うん、そしてそれをこの社会に広げるために必要なものはアートです。そして文化です、うんうんうん、政治でもなく宗教でもありません、うん、文化があなた方をつないでいくのです。カタカムナにはまず言葉ではありませんので、こういった政治的なものや宗教観というものが載っていません、うん、ですのでこれを音として捉え、そして日本に残っていた文化だとして違う形で作っていった時、それを素晴らしいと捉えたものは取り入れていくでしょう。それがどのような宗教の方であれ人種であれ関係ありません。良いと思えば人は取り入れるのです。そしてそれが自分たちの文化になっていきます。もちろんすぐに出来上がるものではありませんが、今はその新しい文化の始まりの時なのです、うん、他には何かありますか。あとこのカタカムナはもともと女性が学ぶべきものっていうことがあったらしいんですが、今の私がお伝えしている仕方に今後もっとこうしたらいいっていうのはありますでしょうか。今はどのようにお伝えしているのでしょうか。女性に、まあ、泡の自覚と発奮が寛容っていうことがあるので、女性に女性であることの大切さを思い出してもらうっていうことをメインにやっています。とても素晴らしいことです。しかし何かそれに対して足りないと感じていらっしゃるんですか。子供のにとってどうかっていうところが命の方向性がはっきりするので、子供にとってそれはどうかって考えた時に答えがすぐ分かるんですが、子供をあんまり産まない人が増えてきて、その場合人類は違う形で進化していくのかって思ってるところがあります。難しく考えないでくださいあなたのそのままの形で大丈夫です、うん、お子さんを産まない女性も、うんうん、社会が家族という目で見たとき、うん、他の方が産んだ子供も自分の子供になるのです、うんうん、これからそういった社会に変わっていきます、うん、社会が子供を育てていけば、自分の子供だけを一人で育てる必要もないでしょう、うんうん、あなたが女性に対し子供のためにそれを伝えていくということは、子供を生まれない選択をされた方にも大事なことなんです、うんうん、どうか子供を持っているか持っていないかというところで区別するのではなく、子供を育てる、そして生み出す力のある存在だということで捉え伝えていってください、うんうん、もう一つ質問。私ネイティブインディアの貴族に何度も行ったんですけど、貴族 の丸十字のシンボルを見るためにカタカムナがつながっているというか、そこを感じるんですが、これはどういうことなんでしょうか。統合という意味です、うん、ホピは統合を進めることを望む民族です。そういった感覚を保ち、そしてこの地球上で地球と共生しながら生きていくということを選んだ者たちが彼らです。その彼らのシンボルとして統合、それはつまり平和ということです。
それが今のあなたにもとても大切なものだということです、うん、あなたのご自身のシンボルだと思ってくださっても結構です。今日はお呼びいただきありがとうございました。とても興味深いお話を聞かせていただきました。こちらこそ。どうぞまたお呼びください。あとなんか眉毛ピクピクさせません、ね、全然でも気にならない。私はなんか自分だからかな、こっちがゆうかちゃんだと思ってない私いるから、私多分自分だと思って見てるから。あ、そうそうそう、これちょ見るまでにちょっと時間かかるどうでした。いや、うん、でもね、うん、思ってた思ってたって言ったらやっぱ同じこと言ってて、あきこさんが感じてたその宇宙のエネルギー周波数みたいなね、うん、そういった観点で、うん、その言葉を持ったことによって分離が始まった、うん、それが宗教の分離であったりしたんだけど、もともとは宇宙のこれは言葉というかエネルギーなので、うん、エネルギーでレパシーみたいなね、そういう、で今それが復活する時だから、うん、でほらさっき言ってたような冬を見るのになんかこう封印されていたからいろんなその恐怖とかもあったんだけどっていう話も聞いたけど、もう今ねこれが出ていく時だからどんどんやってくださいって、うん、でその私の勉強させてもらってもともとの方の方かもなって、はい、やっぱり神秘的に捉えないことっていうのがすごく大事 で私もそれをすごい毎回強調してお伝えしてるんだけど、宗教的に捉える、だからまあスピリチュアルなものとして捉えるっていうのはもうすごい、もうすっごい気をつけて捉えたみたいで、何かというとそうすると、まあ、上下関係とか派閥とかがやっぱりできちゃうし、あくまで物理である、あくまで科学であるというふうに、まあ、身近な感覚でね、そう、なんかフラットじゃないとダメって、だからじゃないとみんなに多分通用しないからだし、あ、特別感が出ちゃうね、そう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 、特別さにとらわれちゃう、はい、そう、なんか特定の人だけが分かるとかそういうものじゃなくて、もう本当にそれこそ子供にはもっと分かるものだし、食べ物にそれがあるわけだし、土にそれがあるみたいなものとして捉えた方がやっぱり間違いないんだと、なんかそれは言ってた、なんか神秘的なものではないって、まあ宗教的なものではないと、ね、うん、それがここにはない宗教的なものとか、うんうん、言葉もないじゃない、うん、まあ、言葉あるけども、うん、そうだからその今この統合の時に必要な、うん、そうだから私ね、カトカムナ の2つ目はその男性性女性性やるんだけど、はい、3つ目はねメディソンフィールやる。へ、絶対それは丸十字 の、うん、昨日、おとといピースガードで見た、あ、はいはいはい、ネイティブインディアンの、はい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 、で、あれの私もセレモニーに参加したことがあって、やっぱりね、石をねこうイメージしながら並べていくっていう、その、7代前までのアンセスターズ、ご先祖さんたちをに祈りを捧げるっていうね、あれが自分たちもそのルーツをクリアにするっていう意味ですごく大事だから、でその、まあ、最低限の7代前まで の先祖祖先たちを、ね、先祖って言うとねまた仏教的になるんだよね、で祖先っていうようにしてるんだけど、で祖先たちを入れるとやっぱ自分を除くと340
自分を入れて345名だっけ、なんだよね、そうそうそう、なんかこう倍々で増えていくからね。でそれを、まあ、まあよく7代先のことを考えて物事を決めるっていうじゃない、ネイティブの人たちはね、あの、まあ、いずれ自分たちは誰かの7代前の先祖になるわけよね、祖先になるわけね、自分たちが。だから7代先の子孫に関する決断をっていうかイメージングを今してるって感じ。あ、まさに今ハワイ島のマウナケアでもね、そのお水のことで、あ、そういうことなんですね。あ、そっかそっか、あそこを用意したら水があって、そうね、そうなんだから、子供たちのためにみたいな。そう、でもそれを決断をするときにどうしてもそのサヌキアワでいうアワっていうか女性性が欠かせないってことは、アワっていうのが直感力だから、で、あのサヌキっていうのが男性性が行動力なのね。ほうほうほう、もう両方とも必要じゃないですか。でもあのアワの感受性っていうのがやっぱ答えを先に受け取るというのが、まあ有無を言わさないっていうかさ、そのもう行くんだねみたいなねやるんだね、されるんだってやつね。でもそれを物理的にどう成り立たせていくかとか、継続してちゃんと行動するとかっていう、それ男性性とのバランスももちろん大事なわけだし、でもその感受性、まあ行動の方はともかく、現代の自分たちはその感受性の方が鈍り倒してるから、そこをどう呼び覚ましていくかっていうのが、あまりに男の人の中の感受性っていうと社会的にすごく弱い立場に置かれてるから、ね、やっぱり抑圧されちゃうでしょ、やっぱり評価されやすいのは男らしい方が、だから女の人の感受性を呼び覚ます方が多分あの効率としてはいいから、そっちが先なんだろうなっていう感じですね。それをね、また日本語の音の響きとかで説明すると、もう4時間半かかっちゃうという感じなんで、ぜひそれをまた今度 ね、はい、ね、ここで、ね、さんにまた残しに行きます。ぜひ来てください。じゃあ、はい、この辺ではこの辺で、はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。中岡メイクありがとうございます。